新宿区役所発行声の広報令和三年二千二十一年十二月二十五日発行。第二千三百七十七号。声の広報をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。今回の広報は、六十分テープ二巻組です。はじめに、目次をご紹介します。テープ第一巻。英面。お知らせ。次回の広報新宿は、一月一日に発行します。 年末年始の区役所の業務新宿コール 1. 年末年始に急病になったら 2. 新型コロナワクチン関連情報 COVID-19 3. 頑張ろう新宿応援キャンペーン 4. ケーブルテレビの広報番組1月放送新宿コズミックセンターの利用を再開しますフラット新宿新宿コズミックセンター店が臨時休業します 指定管理者を指定しました。広報新宿をご自宅にお届けします。テープ第1巻 B 面。5、2021新宿区政この1年。6、駐輪施設。7、マイナポイント第2弾が始まります。戸籍住民課で会計時に交通系電子マネーを利用できます。テープ第2巻 A 面。8、 新宿区登録手話通訳者専攻試験。9、オンライン講座相談。10、生き生きと過ごすための催し講座。テープ、第2巻 B 面。11、詐欺被害防止一言アドバイス。12、消費者活動を促進する事業に助成します。自然の電気をお得に使えるキャンペーン参加者を募集しています。高田の馬場、創業支援センター。 13建物を災害から守るために14公的年金等の源泉徴収票をお送りします75歳以上等の後期高齢者医療制度に加入している方へ医療費等通知書をお送りします新宿区の国民健康保険に加入している方へ医療費のお知らせをお送りします15区民保養施設の利用申し込み ビレッジ女神ミ湖の一般利用を休止します。16、区民の広場。以上の順にお伝えします。口座、催しなどの申し込みで、記入例の通り記入しとご案内する場合、はがきやファクスの記入例とは、次の事項を言います。1、口座、催し名。2、郵便番号、住所。3、振り仮名を振った氏名。4、電話番号。以上のほか、往復はがきには、返信用にも、 申し込む方の住所氏名を忘れずにお書きください詳しいことは各担当まで宛先は各記事の申し込み先です費用を特にご案内しない場合は原則として無料です電子メールは懸命に講座催し名をご記入ください新型コロナの状況によりイベント等は中止・変更する場合がありますまた施設の利用・イベント等の参加にあたっては 各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください最新の情報は新宿区ホームページ等でご確認ください新宿区役所のホームページアドレスは https コロンスラッシュスラッシュ www.city.shinjuku.lg.jp スラッシュです区のサービス手続き施設案内は新宿コールをご利用ください 電話は三は3209-9999番ファクスは3209-9900番ですなお市外局番03を省略しています土曜日日曜日夜間もご案内しています時間は午前8時から午後10時まで12月29日水曜から1月3日月曜は休みます新宿区公式ツイッター・フェイスブックもご利用ください災害関連情報や 区政情報を即時に発信します。アカウント名は新宿区区政情報課。区公式ツイッターは shinjuku アンダーバー info IN。区公式フェイスブックは shinjuku.info です。区長のメッセージ、写真日誌、活動記録を新宿区ホームページ区長の部屋でご紹介しています。 カセットテープ版声の広報をご利用の方はお聞きになりましたテープをなるべく早めにご返送くださいますようお願いいたしますデイジー版および CD 版をお聞きの方は返送の必要はありませんのでお手元に置いてご活用ください声の広報の内容に関するお問い合わせは区政情報課電話3209-1111番へどうぞそれでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください お知らせ。次回の広報新宿は1月1日に発行します。1月5日号はありません。次治回は1月15日号です。問い合わせ、区政情報課広報係本庁舎3階、電話52734064、ファクス52725500へ。続いて、年末年始の区役所の業務、区役所特別出張所保健センター等、 12月29日水曜から1月3日月曜は休みます。区施設等の休館日は施設により異なります。詳しくは各施設にご確認ください。広報新宿12月15日号、目次番号5でもご案内しています。続いて、新宿コール、新宿区コールセンター、12月29日水曜から1月3日月曜は休止します。電話32099999 ファクス3 2 0 9 9 9 0 0 1 2月29日水曜から31日金曜は本庁舎の空調設備工事等のため臨時休止します。定休と合わせ12月29日水曜から1月3日月曜の6日間休止します。問い合わせ区政情報課校長係本庁舎3階電話52734065へ1年末年始に休病になったら 12月29日水曜から1月3日月曜まで。発熱等の症状がある方は、まずは電話で相談を。年末年始に急病になった際の医療機関の受診方法をご案内します。また、新型コロナの感染が心配される中で、インフルエンザの流行期を迎えています。発熱等の症状がある方は、この後お伝えするフローチャートを参考に、まずは電話でご相談ください。 発熱等の症状がある場合。発熱等の症状とは、発熱、咳、痰味覚、嗅覚異常、頭痛など、新型コロナの疑いがある症状。フローチャート2件。まず、かかりつけ医が年末年始も診療している。矢印。かかりつけ医に電話で相談。矢印。かかりつけ医。医療機関の指示に従って受診。診察の上、必要に応じて。 新型コロナやインフルエンザの検査等。次。かかりつけ医がいない。かかりつけ医が年末年始に診療していない。矢印。この後お伝えする相談先1または2に電話で相談。矢印。紹介された医療機関へ電話で相談。矢印。かかりつけ医、医療機関の指示に従って受診。診察の上、必要に応じて新型コロナやインフルエンザの検査等。 フローチャート終わり。相談先。1、東京都発熱相談センター。電話5320-4592-24時間受付。2、新宿区医師会区民健康センター。電話3208-2223午前9時から午後10時。新型コロナに関する一般的な相談は、東京都新型コロナコールセンター。 0570-550-571午前9時から午後10時で応じています。聴覚障害のある方は、東京都新型コロナウイルス感染症相談窓口ファクス5388-1396へ。発熱等以外の症状の場合、診療を行っている医療機関を新宿区医師会ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ s hinjuku-med.or.jp スラッシュこの後お伝えするひまわり等で確認の上受診してください新宿区医師会ホームページの二次元コードがあります新宿区医師会区民健康センターでは電話で医療機関をご案内しているほか内科小児科の診療を行います 受診する際は電話で必ず症状を伝えてからおいでください。東京都医療機関案内サービスひまわり。電話52720303 24時間自動応答。外国語、英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語による案内は電話5285-8181午前9時から午後8時へ。ファクス5285-8080聴覚障害のある方。ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ t、ok、j p ひまわりホームページの二次元コードがあります新宿区医師会区民健康センターの診療新宿7-26-4電話3208-2223午前9時から午後10時 診療時間、内科、午前9時から午後10時。小児科、午前9時から午後5時。なお、いずれも受付は診療終了の30分前までです。ホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、shinjuku-med.or.jp スラッシュ。新宿区医師会ホームページの二次元コードがあります。 救急車を呼ぶかどうか迷ったとき、東京消防庁救急相談センター、電話、シャープ #7119、または電話、32122323、24時間応答。急な病気、怪我の際に、救急車を呼んだ方が良いか、病院にかかった方が良いか、等、迷ったときの相談窓口です。休日、死下、当番位。診療時間、午前九時から午後五時まで。 表、月日、12月29日水曜から1月3日月曜まで、医療機関名、所在地、電話番号の順に読みます。12月29日水曜、中村歯科四谷診療所、四谷1-18、高山ビル4階、33553835、または、栗原歯科医院、中落合1-14-4、安田ビル1階、35652334、 30日木曜、四ツ谷通り歯科クリニック、四ツ谷2-3、四ツ谷佐藤ビル1階、3358-4282、または、菊竹歯科クリニック、高田の場二1-26-5、FI ビル4階、3209-4188、31日金曜、聖デンタルクリニック、四谷2-14、四谷小林ビル2階、32250881、または、 立崎歯科医院、高田のばば1-5-11-3209-2847。1月1日祝日、長谷川歯科医院、船町2-2、アルテッシモレフィーナ102-33510115。または、歯科森、西新宿7-8-11、三笠ビル2階、3366-0123。2日日曜、入り尻じり歯科医院、新小川町6-40。 入りまじりビル2階32601001または広木歯科クリニック下落合4の6の14自アネックスビル202号395438283日月曜海屋歯科医院払い方町15小暮ビル2階52611515または大島歯科医院西わせだ3の1の632039597なお 当番医は変更することがあります。各医療機関に電話でご確認ください。表終わり。以上、年末年始に急病になったらでした。2、新型コロナワクチン関連情報、COVID-19 問い合わせ、区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話03-4333-8907、または電話 0570012440ナビダイヤルへホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.city.shinjuku.lg.jp スラッシュ kenkou スラッシュ yobo 数字の01アンダーバー00001アンダーバー 0006.html 区ワクチン関連情報ページの二次元コードがあります。三回目接種について二次元コードがあります。二回目のワクチン接種日から原則八ヶ月経過した十八歳以上の方を対象に順次ワクチン接種を実施しています。まずは令和三年五月三十一日までに二回目接種を完了した方を対象に接種を実施し、その後は 次の通り、順次接種対象者を広げていきます。表、対象者4件、3回目接種券発送時期、3回目接種時期の順に読みます。2回目接種を受けた時期により、3回目接種券の発送時期、接種時期が異なります。2回目接種完了時期が6月1日から30日の方、1月11日火曜予定、2月予定、 2回目接種完了時期が7月1日から31日の方、2月予定。3月予定。2回目接種完了時期が8月1日から31日の方、3月予定。4月予定。2回目接種完了時期が9月1日以降の方、3回目の接種券発送時期、接種時期は決まり次第ご案内します。表終わり。米印1。 転入前に他の自治体で2回目接種をした方は申請が必要です。米印2、3回目の接種は予約が必要です。8月31日までに2回目接種をした65歳以上の方、米印1の方を除くは、区が接種日時会場を割り当てるため予約不要。感染が再拡大する前に、1回目、2回目のワクチン未接種の方は、ワクチンの接種を受けましょう。 区内在住、在勤、在学の方が対象です。接種を受けるには予約が必要です。予約方法、接種、実施、日時、会場等詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。1回目、2回目、ワクチン情報の二次元コードがあります。区、集団接種をインターネットで予約、ワクチン接種予約サイト、24時間対応、パソコン、スマートフォン用、ホームページ、 https://vaccine-info-shinjuku.org スラッシュ予約サイトの二次元コードがあります。新宿区ホームページからも予約サイトにアクセスできます。なお、予約変更には接種券が必要です。区集団接種を電話で予約。 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター午前8時30分から午後7時まで12月29日水曜から1月3日月曜を除く電話03-4333-8907または電話0570012-440ナビダイヤルファックス050-3852-1343聴覚に障害のある方等向け接種済み証は 大切に保管してください。新型コロナワクチンを接種した方は、接種時に接種会場で記録した新型コロナウイルスワクチン予防接種済み証1、2回目接種券が返却されます。また、3回目の接種券に同封する宛名用紙の予防接種済み証欄に1、2回目の接種記録もあるため1、2回目の予防接種済み証として使用できます。これらは、 新型コロナワクチンを接種した証明になり、国内向けの接種証明として使用できます。そのため、12月20日に発行を開始した国内向けの電子証明や紙面の接種証明の申請は、特段の理由がない限り必須ではありません。米印3、海外に渡航する方を対象とした証明書とは異なります。1、2回目接種券と、 3回目接種券に同封のアテナ用紙の見本画像があります。1、2回目接種券の右下部分、3回目のアテナ用紙の一番下の部分に赤枠があり、ここが1、2回目接種済み証です。米印4、2回目接種後に転入した方等で、アスタリスクが印字されている場合は、1、2回目接種済み証として使用できません。と説明があります。 また3回目の宛名用紙にはもう一つ赤枠があり、ここが3回目接種済み症ですと説明されています。画像終わり。詳しく説明されているページの二次元コードがあります。引き続き感染予防対策にご協力ください。普段は寒くてもしっかり換気、こまめに手洗い、手指、手指、消毒、混雑している場所、時間を避ける。 体調不良時は外出を控える。マスクを着用。飲食するときは、会話のときにはマスクを着用。少人数短時間で大声は避けて、感染対策を徹底しているお店を選ぶ。以上、新型コロナワクチン関連情報 COVID-19 でした。3、頑張ろう。新宿応援キャンペーン。キャッシュレスで最大25%戻ってくる。 総額3億円相当。キャンペーン期間、1月7日金曜から31日月曜まで、ポイント還元率最大25%。aupay、d 払い、paypay ペイペイ、楽天 pay のご利用でお得にお買い物。対象店舗、区内の aupay、d 払い、paypay ペイペイ、楽天 pay を取り扱う、中小規模の店舗、大手チェーン店、コンビニエンスストアなど、 一部対象外の店舗あり。上限額。各決済事業者ごと、1回の決済で3000円相当。期間中最大1万円相当。なお、詳しくは、各決済事業者のホームページで確認できます。二次元コードがあります。また、本キャンペーンは予算に達し次第、早期に終了する場合があります。問い合わせ。頑張ろう新宿応援キャンペーン事務局。電話。 68371453キャンペーンホームページ https コロンスラッシュスラッシュ shinjuku-ouen-campaign.com スラッシュ二次元コードがあります各キャッシュレス決済についての問い合わせ先 aupay 問い合わせ窓口電話,話0077 7111利用者向け。電話0120-977-352事業者向け。D 払い問い合わせ窓口。電話0120-114-331。PayPay ペイペイ問い合わせ窓口。電話0120-990-634利用者向け。電話0120-990-640事業者向け。楽天ペイ、問い合わせ窓口。 ホームページ、https コロンスラッシュスラッシュ、r 数字の 10.to スラッシュ、hw 大文字の v 小文字の drw 利用者向け電話0570200456事業者向けなお、各キャッシュレス決済の利用には個人情報の登録各社の利用規約への同意が必要です。区の担当家 産業振興課産業振興係電話33440701ファクス33440221対象店舗に貼られるステッカーの画像があります新宿区頑張ろう新宿応援キャンペーンキャッシュレスで最大25%戻ってくる当店は対象店ですなどと書かれています画像終わり以上頑張ろう新宿応援キャンペーンでした 4. ケーブルテレビの広報番組1月放送新春特別番組区長年頭の挨拶1月1日祝日から15日土曜 JCOM チャンネル港新宿11チャンネルで放送令和4年を迎え吉住区長が令和3年の振り返りや今後の取り組みへの抱負を語ります今回は対談形式により区長の年頭の挨拶のほか 来年のえと、虎にちなんだ、区内のスポットを紹介します。番組の放送を、10分番組、午後6時30分から、午後9時30分からの、毎日2回放送します。なお、番組は、新宿区ホームページでも動画配信します。また、1月7日金曜から、区政情報センター、本庁舎1階、区立図書館、所蔵は、中央、四ツ谷、下落合図書館のみ、 で、DVD を貸し出します。問い合わせ。区政情報課広報係、本庁舎3階。電話52734064へ。なお、ケーブルテレビの受信については、JCOM 東京。電話0120-914-000へ。写真が2枚あります。キャプション。対談の様子。区内の虎にちなんだスポット紹介。以上、ケーブルテレビの広報番組1月放送でした。 続いて、新宿コズミックセンター大久保3-1-2の利用を再開します。新宿コズミックセンターは、現在一部の施設で改修工事を行っていますが、次の通り利用を再開します。なお、1月中も工事に伴う資材の運搬等があります。ご理解をお願いします。利用再開日、1月4日火曜から幼児体育室第1第2武道場。 2月1日火曜から、プール。なお、その他の施設は通常通り営業しています。問い合わせ、利用については、新宿未来創造財団、電話32327701。工事については、障害学習スポーツ課障害学習スポーツ係、電話52734358へ。続いて、フラット新宿、新宿コズミックセンター店が臨時休業します。期間は、 1>, 1月11日火曜から22日土曜、新宿コズミックセンターの工事に伴い、1月11日火曜から22日土曜の期間中、臨時休業します。問い合わせ、勤労者仕事支援センター、電話52733852へ。続いて、指定管理者を指定しました。2件。まず、新宿 NPO 共同推進センター、指定管理者、 新宿 NPO ネットワーク協議会。指定期間。4月1日から5年間。問い合わせ。地域コミュニティ化管理係。本庁舎1階。電話52733872へ。次。環境学習情報センター。区民ギャラリー。指定管理者。NPO 法人。新宿環境活動ネット。指定期間。4月1日から5年間。問い合わせ。環境対策課。環境計画係。 本庁舎7階、電話52733763へ。続いて、広報新宿をご自宅にお届けします。区内在住で新聞を購読していない世帯の方へ、インターネットでも申し込めます。新聞を購読していない区内のご家庭等を対象に、広報新宿を月3回お届けします。申し込みフォーム、電話、ファックス、郵送で申し込めます。 申し込みフォームの二次元コードがあります。詳しくはお問い合わせください。なお、申し込み書は新宿区ホームページから取り出せます。問い合わせ、区政情報課広報係、郵便番号160-8484、歌舞伎町1-4-1、本庁舎3階、電話52734064、ファクス5272-5500へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。 そのまま裏返して、引き続き、お聞きください。お聞きください。お聞きください。テープ、第1巻 B 面5、2021、新宿区政この1年。令和3年が間もなく終わります。区の1年の取り組みを振り返ります。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話52734064へ。3月、新宿中央公園に、 眺望の森が誕生。公園の再整備により、都市と緑の魅力が楽しめる新たな空間が誕生しました。写真が2枚あります。キャプション。木のチップが敷き詰められた林間広場。緑と眺望のテラス。写真終わり。6月。ゼロカーボンシティを表明。ゼロカーボンシティの実現に向けて、地球温暖化対策に。 これまで以上に取り組むことを表明しました。牛米保健センター等複合施設がゼブレディ認証を取得。表明に先立ち、環境に配慮した施設を建設するため、ベルス建築物省エネルギー性能表示制度評価によるゼブレディ認証の取得に取り組んできました。3月に認定を取得し、6月から牛米保健センター等複合施設の建設工事を進めています。 写真が2枚あります。キャプション。認証マーク。牛込保健センター外観。パース。写真終わり。7月、被爆体験講話をオンライン開催。長崎市の被爆者である田川博康さんを講師に招き、区立中学校と養護学校中等部の2年生を対象に、被爆体験講話を開催しました。新型コロナの影響を踏まえ、長崎市と各学校を オンラインで繋いで実施しました。写真が2枚あります。キャプション。講話を聞く中学生。田川博康さん。写真終わり。8月、8月から11月、東京ドームで新型コロナワクチン接種を実施。区有施設での集団接種に加え、新宿区、文京区、港区の3区合同で、東京ドーム、文京区、幸楽、1の3の61に、 ワクチン接種会場を開設しました。写真が2枚あります。キャプション、東京ドーム、会場内の様子。写真終わり。9月、無事新宿にフードドライブの常設窓口を設置。区は株式会社良品計画と食品ロス削減の推進等に関する連携協定を締結しました。相互に協力した取り組みの一環として、無地新宿、 新宿3-15-15、新宿ピカデリー1階に、フードドライブの常設窓口を設置しました。写真が2枚あります。キャプション、無事新宿、フードドライブ窓口。写真終わり。11月、区役所通りにイルミネーションを点灯。今年で16回目を迎える、歌舞伎町の冬の風物詩です。NPO 法人、新宿歌舞伎町所通り a の会が、 街路樹を LED で装飾し、明るく安心、歩きやすい歌舞伎町をアピールしてくれています。イルミネーションの様子の写真が2枚あります。東京2020大会での取り組み。5月、ライジングスターチャレンジ、東京2020大会に向けたテストイベントとして、陸上競技大会が開催されました。子供たちが国立競技場で50メートルを走り、 自己ベスト記録の更新に挑戦しました。写真が2枚あります。キャプション。50メートル層に挑戦する小学生。集合写真。写真終わり。5月から、パラリンピックスポーツの体験学習。障害者理解教育として、区立小中特別養護学校全校でパラスポーツ体験学習を実施しました。児童生徒が事前学習を行った上で、 競技体験や選手との交流を行い、障害への理解を深めました。写真が3枚あります。キャプション。2枚は車椅子バスケットボール。1枚はゴールボール。写真終わり。8月、聖火リレー最下式。区役所前で東京2020パラリンピック聖火リレーの最下式を行いました。写真が二枚あります。キャプション。平和の灯火をランタンに灯す区長。 集合写真。写真終わり。9月。パラリンピック学校連携観戦の実施。区立小中学校の児童生徒がパラリンピックを観戦しました。当日現地へ行かなかった児童生徒は学校の教室で観戦をしたり、パラリンピックについての学習をしたりしました。写真が2枚あります。キャプション。いずれも現地で観戦する児童。写真終わり。 12月、新宿区スポーツ栄誉賞が決定しました。区はスポーツ分野において顕著な功績を収め、新宿区におけるスポーツ振興に寄与した方に対し、新宿区スポーツ栄誉賞平成28年11月制定を授与しています。今回受賞の2名に賞状記念品が贈呈されました。浦部蘭さん、西富山中学校、 現、新宿西戸山中学校卒業。平成31年、アジア選手権1500メートル4位。令和元年、日本選手権800メートル優勝、1500メートル優勝。令和3年、日本選手権800メートル優勝、1500メートル2位。東京2020オリンピック1500メートル出場。高久和咲さん、NTT 東日本所属。 国内在住。ロンドン2012パラリンピック100メートル7位、200メートル7位。平成26年アジアパラ競技大会100メートル3位。リオデジャネイロ2016パラリンピック、走り幅跳び5位、200メートル7位、100メートル8位。東京2020パラリンピック、走り幅跳び8位。笑顔の浦部蘭さん。 高桑崎さ,さん、それぞれの上半身の写真があります。以上、2021、新宿区政この1年でした。6、駐輪施設、自転車原付の駐輪施設を利用する方へ、2件。まず、明治通りより西側エリアの駐輪施設をご利用の方へ、4月1日から区営駐輪施設が民間事業者による運営になります。 次の駅の駐輪施設は、区営から民間事業者による運営に変更します。大久保駅、落合駅、落合南長崎駅、下落合駅、新大久保駅、新宿駅、新宿西口駅、高田の馬場駅、中井駅、西新宿五丁目駅、東新宿駅。これに伴い、時間利用の空き状況が、インターネット上で確認できるようになるほか、電子マネー等の ic 決済が利用できるようになります。なお、現状の利用実態を踏まえ、時間利用の駐輪施設を増やすなど、利用実態に合わせた運用を目指すため、定期利用や原動機付き自転車が利用できなくなる駐輪施設があります。詳しくは、広報新宿後の号、新宿区ホームページ等でお知らせします。なお、令和3年中に西側エリア駐輪施設の定期利用申請をした方については、 1>, 1月末までに申請方法等のご案内をお送りします。問い合わせ。日本コンピュータダイナミクス株式会社サポートセンター。電話0120-356621へ。区の担当課、交通対策課、自転車対策係、本庁舎7階。電話5273-4144。次。明治通りより東側エリアの駐輪施設をご利用の方へ。 民間事業者が4月からの定期利用者を募集。募集する駐輪施設は次の通りです。自転車と原付3施設。サイカパーク明けぼの橋駅、自転車等駐車場。サイカパーク飯田橋駅、自転車等駐車場。A から D。サイカパーク牛込柳町駅、自転車等駐車場。A、B。自転車4施設。 サイカパーク、牛込かぐら坂駅、駐輪場 B。サイカパーク、かぐら坂駅、駐輪場。サイカパーク、品濃町駅、駐輪場 A。サイカパーク、若松河田駅、駐輪場 B。利用料金はいずれも、自転車、一般、年間1万8000円。学生、年間1万4000円。原付年間3万円。なお。 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方、生活保護を受給している方、学生は利用料金が減免となります。手帳のコピー、保護証明書、学生証など、減免の対象であることがわかる書類のコピーを添付してお申し込みください。新宿区ホームページでもご案内しています。申請方法、所定の申請書を郵送で提出してください。 申請書は各駐輪施設で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。申請期間、1月5日水曜から31日月曜、消印有効。郵送先、問い合わせ。サイカパーキング株式会社、新宿区駐輪場、利用申請係、郵便番号103-0016、中央区日本橋小網町7-2、ペンテルビル7階。電話。 0120-991-674へ、区の担当課、交通対策課、自転車対策係、本庁舎7階、電話5273-4144。以上、駐輪施設でした。7、マイナポイント第2弾が始まります。1月1日から。1、マイナンバーカードを新規に取得した方等に、最大5000円相当のポイント。 健康保険証として利用登録した方に7500円相当のポイント。3. 公金受取口座の登録を行った方に7500円相当のポイント。なお、マイナポイント申請の際に選択する電子マネー等のキャッシュレス決済サービスにポイントが付与されます。また、2と3は国の準備が整い次第実施します。詳しくはお問い合わせください。 1>, 1月4日からコールセンターを設置し、申請手続きの問い合わせを受け付けます。区マイナポイントコールセンター52734111111月4日から本庁舎1階のマイナポイント申請支援窓口で申請のお手伝いをします。マイナンバーカード、電子証明書の4桁の暗証番号が必要をお持ちの上、登録する決済サービスの決済サービス ID セキュリティコードがわかるようにして直接本庁舎1階へおいでください。予約不要。区の担当課、企画制作課、本庁舎3階、電話5 2 7 3 3 5 0 2二次元コードがあります。以上、マイナポイント第2弾が始まりますでした。続いて、戸籍住民課で会計時に交通系電子マネーを利用できます。戸籍住民課窓口で 各種証明書発行手数料を支払う際に、Suica、p a s 等の交通系電子マネーを利用できるようになりました。特別視聴所では利用不可、対象となる手数料、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の等、証本などの戸籍住民課で取り扱う証明書発行にかかる手数料ほか、利用可能なキャッシュレス決済手段、 スイカ、パスも等の交通系電子マネー。なお、一度の支払いで、現金とキャッシュレス決済を併用して支払うことはできません。また、窓口ではチャージできません。キャッシュレス決済をご利用の方は、あらかじめチャージしてからおいでください。問い合わせ。戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階。電話52733601。ファクス32091728へ。 ここでテープ第1巻を終わります。引き続き、第2巻をお聞きください。新宿区役所発行声の広報、令和3年2021年12月25日発行、第2377号、テープ第2巻 A 明。8、新宿区登録、手話通訳者専攻試験、令和3年度。聴覚に障害のある方のために、 手話通訳者の登録試験を行います。日時会場2月20日日曜午前9時から変更の場合あり、区役所本庁舎6階対象区内在住在勤で区の手話講習会の上級以上を終了、またはこれに相当する手話技術を習得している方、専攻筆記、社会福祉に関する知識等、手話の読み取り、手話表現、面接、 申し込み、1月18日出着までに、申し込み書、新宿区ホームページから取り出せます。任意の用紙でもか、に、記入例のほか、年齢、終了した最終の講習会名と、終了年度、手話通訳士資格、または地域登録の有無、在勤の方は、勤務先の名称、電話番号を記入し、返信用封筒、長径3号、84円切手を貼る、を同封して、 障害者福祉課、福祉推進係、郵便番号160-8484、歌舞伎町1-4-1、本庁舎2階、電話5273-4516、ファクス3209-3441へ郵送してください。申し込み者には2月7日月曜までに詳しい内容を連絡します。また、新宿区ホームページで試験の出題傾向を確認できます。以上。 新宿区登録手話通訳者専攻試験でした。9。オンライン講座相談。イベント講座。5件。多彩な分野の講座があります。通信費等は申込者負担です。各講座について詳しくはお問い合わせください。YouTube を利用する講座は、YouTube 動画を視聴できる機器をお持ちの方が対象です。まず、文化。島村方月生誕150年記念。 島村方月、松井すまこと芸術座、区公式 YouTube チャンネル、新宿区チャンネルで配信、YouTube。今年は、新宿で学び、活動し、亡くなった劇作家、島村方月、1871年から1918年の生誕150年にあたります。方月は、明治39年に、坪内逍洋と共に、文芸協会を設立。 予兆町の商用宅に開設された付属演劇研究所で本格的な進撃運動を開始しました。大正2年、研究所の第1期生で看板女優だった松井須ま子、1886年から1919 19年とともに芸術座を結成。横寺町に芸術クラブを開設します。月が演出した舞台は評判になり、が歌う劇中歌、 カチューシャの歌は大ヒットしました。多彩な内容で芸術座の世界をお楽しみください。同イベントは新宿区ホームページ、区公式 YouTube チャンネル、新宿区チャンネルで映像配信します。国立国会図書館ホームページからの島村邦月、松井須賀子両氏の白黒の顔写真があります。配信期間12月27日月曜から 3月31日木曜まで。内容。第1部。講話と朗読。栗原小牧、女優。栗原小牧さんの顔写真があります。第2部。講演。岩町伊佐夫、島村放月研究家。谷口典子、郷土史家。藍沢直樹、山形大学教授。SP レコード鑑賞。関川勝夫、演劇研究家。問い合わせ。 文化観光課、文化資源係、第一文庁舎6階、電話52734126へ。次、子供、初めてのお芝居、くつろげる音楽会、区、乳幼児文化体験事業、YouTube、区公式 YouTube チャンネル、新宿区チャンネルで、コンサートの動画、50分程度を配信します。新宿区ホームページ、二次元コードがあります。に、動画ページのリンクを掲載します。 配信期間1月7日金曜午前9時から17日月曜午後4時まで内容ピアノと歌のユニットくつろぎの2人による乳幼児向けの歌とピアノのコンサート問い合わせ文化観光課文化観光係第1文庁舎6階電話52734069へピアノと歌のユニットくつろぎの2人の顔写真があります次福祉 青年貢献人講座、正しく理解しよう。青年貢献人等の財産管理。ズーム。適切な貢献業務をテーマに、貢献人等としての財産管理の方法や注意点を説明します。日時、1月20日木曜、午後6時から8時。対象、区内在住在勤在学の方、非貢献人等が区内在住の貢献人ほか、50名。内容、 貢献人等としての財産管理方法や注意点。講師は、やず雄一弁護士。申し込み。1月11日出着までに、電話かファクス、電子メールで、氏名、振り仮名、区内在住、在勤、在学、非貢献人等が、区内在住の貢献人等の別。電話番号、ファクスで申し込む場合は、ファクス番号。電子メールアドレスを記入し、新宿区青年貢献センター。 電話五二七三四五二二、ファクス五二七三三零八二、電子メール skc.shinjuku-shakyo.jpa 応募者多数の場合は抽選し落選した方にのみ結果をお知らせします次、健康女性の健康づくりサポーター養成講座女性のライフステージにおける 体の変化と身体のケア。ウェブ。新宿健康スタンプのマークがあります。受講後は、女性の健康づくりサポーターとして登録できます。日時。2月19日土曜午後1時から2時30分。内容。講義。女性のライフステージに合わせた体の変化や身体のケアポイント。実技。肩こりや腰痛予防に効果のあるストレッチと、座ったままでできる、低負荷の骨盤低筋体操。 講師は山崎かなみ理学療法士産後リハビリテーション研究会代表対象区内在住在勤在学の方ほか先着100名申し込み1月17日月曜から2月17日木曜までに新宿区ホームページから申し込めます二次元コードがあります申し込み者へ動画サイトの URL を送信します問い合わせ 女性の健康支援センター、四ツ谷保健センター内、電話33515161へ。次、暮らし6項目。消費者講座、親子で学ぶエシカル消費、ズーム。日時、1月9日日曜午後2時から3時15分。対象、区内在住在勤在学の方40名。講師、増田智子、消費生活アドバイザー。申し込み。 1>, 1月6日、出着までに、ファクスで、氏名、お住まいの新宿区の町名、電話番号を記入し、日本消費生活アドバイザー、コンサルタント、相談員協会、NAX、電話64、6434-1125、月曜から金曜、午前11時から午後5時、ファクス64、6434-1161へ、応募者多数の場合は抽選、同協会、東日本支部ホームページ、 http://nacs-east.jp コロンススララッッシシュュドットスラッシュ,スラッシュからも申し込めます。二次元コードがあります。消費者講座プラスチックゴミについて考えよう。ズーム日時1月12日水曜午後7時から8時15分対象区内在住在勤在学の方40名講師遠藤久美子消費生活アドバイザー 申し込み。1月9日出着までに、ファクスで、氏名、お住まいの新宿区の町名、電話番号を記入し、日本消費生活アドバイザー、コンサルタント、相談員協会、NAX。電話、6434-1125。月曜から金曜、午前11時から午後5時。ファクス6434-1161へ。応募者多数の場合は抽選。同協会、東日本支部ホームページ。 http://nacs-east.jp ス,ス,スラッシュからも申し込めます。二次元コードがあります。市民と NPO の交流サロン、ズーム。日時、1月13日木曜午後6時45分から8時45分。内容、視覚障害者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現する。 というビジョンの達成に向けて活動している NPO 法人日本ブラインドサッカー協会の活動紹介語り手は同法人申し込み新宿 NPO 共同推進センターホームページ https コロンスラッシュスラッシュ snponet.net から申し込めます問い合わせ新宿 NPO ネットワーク協議会事務局電話52066527へ 二次元コードがあります新宿 NPO 活動基礎講座、効果的な広報とは、PR 視点のコミュニケーション講座、ズーム、日時1月27日と2月3日の木曜午後6時45分から8時45分、対象、社会貢献活動、NPO 活動で広報担当の方、ほか、内容、広報、PR の概要と基礎的な知識、 実践する際に注意すべきポイント。講師は、天野渡る、株式会社、オルトプラス、エヴァンジェリスト。費用、各会、千円。資料代。申し込み。新宿 NPO 共同推進センターホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、snponet.net から申し込めます。二次元コードがあります。詳しくは、同ホームページでご案内しています。問い合わせ。 新宿 NPO 共同推進センター電話5386-1315へ事業者向け省エネセミナー脱炭素社会を生き抜く今私たちがすべきことズーム事業者向け講座ですがどなたでも参加いただけます日時2月17日木曜午後2時から4時内容第1部2050年カーボンニュートラルを達成するための 長期戦略について、目標設定から取り組み方まで解説。浅井豊志、株式会社古橋、環境総合研究所、代表取締役所長。第2部、過去10年間の省エネ診断から分かったことの分析と、10年後を見据えた省エネへの取り組みについての解説。田村由美、株式会社セルコ地球温暖化対策室。申し込み。2月9日試着までに。 往復はがき、ファクス、電子メールで、記入例の通り記入し、環境学習情報センター、郵便番号160-0023、西新宿2-11-4、新宿中央公園内、電話3348-6277、ファクス33444434、第4月曜休館。電子メール、info.shinjuku-eco.cen。 ter.jp へ環境学習情報センターホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.shinjuku-ecocenter.jp スラッシュ,ッシュからも申し込めます定員30名応募者多数の場合は抽選二次元コードがあります消費者大学講座 消費生活センター委託講座追加募集ズーム地域における消費者教育の担い手となる人材育成を目的として令和3年度は消費者被害をテーマに6回シリーズで学びますまた5回以上受講された方には修了証書をお渡しします日時内容表会日日内容講師等の順に読みますいずれも水曜で1回目から5回目は 午後1時30分から3時30分まで、6回目は午後1時30分から4時までです。1回、1月26日、安全安心の消費生活を送るために、身の回りの商品商法トラブル事例。講師、中村正人弁護士。2回、2月2日、コロナ危機を乗り越える持続可能な地域づくりと消費者。講師、古谷幸子、サスティナビリティ消費者会議代表。 3回、2月16日、足りないお金は投資で補填大丈夫ですかその取引。講師、石戸屋豊弁護士。4回、3月2日、消費者を取り巻く施策に関するガイドライン。講師、消費者庁、地方協力課職員。5回、3月9日、高齢化社会の消費者問題、消費者問題の歴史から学ぶ。講師、原さなえ。 内閣府消費者委員会元事務局長。6回。3月23日。コロナ禍における消費者トラブルと対処法。講師。新宿消費生活センター相談員。終了証書授与式。対面受講の方のみ。ズーム受講者は郵送。表終わり。対象。区内在住在勤の方10名。申し込み。1月12日筆着までに。 電子メールに記入例のほか、お持ちの方はファクス番号を記入し、消費者団体連絡会、電子メール、S、s-sho-danren.outlook.jp へ。応募者多数の場合は抽選。問い合わせ、新宿消費生活センター、第二分庁舎3階。電話、52733834へ。以上。 オンライン講座相談でした。10、生き生きと過ごすための催し講座、イベント講座5件ご参加ください。まず、元気応援教室。運動習慣を定着させて、いつまでも健康な毎日を送りましょう。日時、1月4日火曜、20日木曜、2月1日火曜、17日木曜、3月1日火曜、17日木曜。第1部。 午前10時から10時45分、受付は午前9時45分から。第2部、午前11時から11時45分、受付は午前10時45分から。なお、いずれも同じ内容です。対象、区内在住の65歳以上で、運動を禁止されていない方、各部15名。持ち物、室内履き、スリッパ負荷、飲み物、タオル、筆記用具、動きやすい服装でおいでください。 会場、申し込み。当日直接、大久保スポーツプラザ、大久保3-7-42へ、先着順。問い合わせ、地域包括ケア推進課、介護予防係、本庁舎2階、電話5273-4568へ。次、腰痛、失痛、膝の痛み、予防教室。元気な今だから、正しい姿勢を身につけて、腰痛、失痛を防ぎましょう。日時。 1>, 1月12日水曜、28日金曜、2月9日水曜、16日水曜、25日金曜、3月9日水曜、18日金曜。第1部、午後1時15分から2時、受付は午後1時から。第2部、午後2時15分から3時、受付は午後2時から。なお、いずれも同じ内容です。対象、区内在住の65歳以上で、運動を禁止されていない方。 各部15名。持ち物、室内履き、スリッパ付加飲み物、タオル、筆記用具。動きやすい服装でおいでください。会場、申し込み。当日直接、大久保スポーツプラザ、大久保3-7-42へ、先着順。問い合わせ、地域包括ケア推進課、介護予防係、本庁舎2階、電話5273-4568へ。次、介護者家族会。 高齢の家族を介護している方、介護していた方同士が、介護の悩みを語り合い、情報交換する場です。当日直接会場へおいでください。入退場自由。介護のために参加が難しい方は、ご相談ください。1月の日時会場、四谷の会、6日木曜、午後1時30分から3時30分、四谷保健センター等複合施設、四谷三栄町10-16、フレンズ2、 25日火曜午後1時から3時、牛込タンス地域センタータンス町15。和気あいあい、12日水曜午後1時30分から3時30分、富山シニア活動館、富山2-27-2。大久保あったかい、11日火曜午後1時30分から3時30分、100人町地域交流館、100人町2-18-21。一休みの会、22日土曜、 午後1時30分から4時、新宿リサイクル活動センター、高田のは四4-10-2。かずら会、21日金曜、午後1時30分から3時、落合第二地域センター、中落合4-17-13。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第二係、本庁舎2階、電話52734254へ。次、介護者講座、知っておきたい薬の知識。 介護のため参加が難しい方はご相談ください。日時1月21日金曜午後2時から3時30分会場新宿文化センター新宿6-14-1内容薬の知識の解説講師は三宅良平流星堂薬局新大久保店店長管理薬剤師健康サポート薬局薬剤師申し込み12月27日月曜から電話かファクス 記入例の通り記入、または直接、大久保高齢者総合相談センター、100人の2-8-13、フィス1階、電話5332558五ファクス53325592へ、先着20名。次、がんと共に生きる仲間と語り合うカフェ。日時、1月22日土曜午後2時から4時。対象、区内在住在勤で、がん療養中の方15名。 内容。がん療養中の様々な不安、悩み、暮らしの中での工夫などの経験をカフェ形式で語り合う。講師は秋山雅子。暮らしの保健室室長。会場申し込み。1月21日金曜までに、電話かファクス、記入例の通り記入で、暮らしの保健室、富山2-33、都営富山ハイツ33号棟125、電話。 3 2 0 5 3 1 1 4ァクス、3 2 0 5 3 1 1 5へ先着順。以上、生き生きと過ごすための催し講座でした。ここでテープ第2巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第2巻 B 面。11、詐欺被害防止一言アドバイス。詐欺被害を防ぎましょう。ストップ。 ATM での携帯電話。区内全域で特殊詐欺の電話が頻繁にかかってきています。かかってくる詐欺電話の例。年金給付金の割り増しがある。累積保険料を払い戻すための封筒を送付した。今なら金融機関の ATM で手続きができる。ATM で手続きができるので、携帯電話、キャッシュカード等を持って向かってほしい。ご注意ください。 少しでも疑問や不安を感じた場合には、最寄りの警察署に確認しましょう。区役所では個人に対し、このような案内の連絡は一切していません。各種手続きは書類で行います。電話での手続きはありません。電話をしながら ATM を操作している人を見かけた際は、詐欺を疑い、被害防止のため声をかけ、110番をしましょう。 警察署代表電話、牛込三3269-0110、新宿3346-0110、戸塚3207-0110、四谷3357-0110。問い合わせ、区危機管理課危機管理係、本庁舎4階。電話、5273-3532へ。 区内の特殊詐欺被害認知件数11月特殊詐欺の主な種類、件数の順に読みます。オレオレ詐欺1件、預貯金詐欺0件、還付金詐欺4件、架空料金請求詐欺0件、キャッシュカード詐欺等1件、合計6件、区危機管理課調べ以上、詐欺被害防止一言アドバイスでした。12 消費者活動を促進する事業に助成します。対象団体、新宿消費生活センター分館の登録団体、区の消費者行政に協力する団体、区内で活動するボランティア、NPO 等の社会貢献的活動団体ほか、対象事業、1月から3月に実施する消費者市民社会や消費生活に関する学習、講演会、調査等の 公益性のある事業。他の補助を受けている事業。営利政治活動を主とする事業は除く。女性額。事業経費の3分の2以内。一事業につき20万円。年間40万円を限度。女性金の交付。審査会で審査の上、女性の可否と上限金額を決定。事業完了後に実績報告を受け、女性金額確定後に交付。 申し込み、事前連絡の上、1月20日木曜から2月15日火曜までに、所定の申請書、団体の快則規約、年間の活動予定、収支予算書を直接、消費生活就労支援課、消費生活就労支援係、第二分庁舎3階、電話、5273-3834へ、申請書等は、 消費生活就労支援係で配布しているほか、新宿区ホームページからも取り出せます。以上、消費者活動を促進する事業に助成しますでした。続いて、自然の電気をお得に使えるキャンペーン参加者を募集しています。東京都など、首都圏10自治体が主催、みんなで一緒に自然の電気、みんなで一緒に自然の電気キャンペーンに参加すると、 太陽光や風力などで作られる自然の電気を参加する方が増えるほどお得にご利用いただけます。まずはお気軽にご登録ください。申し込み。みんなで一緒に自然の電気キャンペーンサイト、https://group-buy.metro.tokyo.lg.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ energy スラッシュ shutoken、OK、からご登録いただけます。二次元コードがあります。問い合わせ。1月31日月曜までの土曜日曜祝日を除く午前10時から午後6時までに、みんなで一緒に自然の電気キャンペーン事務局、電話0120-267-100なお、携帯電話からは0570 058100へ。キャンペーンロゴの画像があります。続いて、高田馬場は創業支援センター、3月からの利用者を募集。オフィススペースの提供、創業に関する情報提供、経営相談などを行います。高田馬場は創業支援センターに、電話で施設見学を予約の上、申請方法等の説明を受け、2月1日、火曜までに、 お申し込みください。利用にあたっては、書類、面接で選考します。応募の要件等、詳しくは、高田の馬場創業支援センター、産業振興課で配布している、募集要項でご確認ください。新宿区ホームページでもご案内しています。二次元コードがあります。募集人数、区内で創業を目指す方、創業して間もない方ほか3名、利用期間、 利用承認日から6ヶ月間。最長2年間まで更新化。開館時間。午前8時30分から翌午前0時。12月29日水曜から1月3日月曜は休館。施設概要、共用オフィス10席。個室オフィス2室。別途利用料が必要。会議室兼商談室。交流スペースほか、 専用ロッカーも利用か。利用料金。月額1万円。問い合わせ。産業振興課、産業振興係。西新宿6-8-2、ビズ新宿4階。電話3344-0701。または、高田馬場ババ創業支援センター。高田馬場ババ1-32-10。電話3205-3031へ。 写真が2枚あります。キャプション。センター外観。共用オフィス。写真終わり。13。建物を災害から守るために、木造住宅密集地域等の解消に向けて、木造住宅の不燃化建て替え等に助成しています。木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を促進すべき地域などを対象に、現存する木造住宅を、 純耐火建築物等にする不燃化建て替えや除却取り壊しに助成しています。不燃化建て替え除却取り壊しを計画している方は、まずはお問い合わせください。問い合わせ防災都市づくり課本庁舎8階電話52733842へ対象地域次の町町目の全域または一部上落合1丁目から3丁目 北新宿二丁目、西新宿五丁目、赤木元町、赤木下町、海大町、築地町、中里町、天神町、山吹町、矢来町、神楽坂一丁目から六丁目、市ヶ谷柳町、若葉一丁目から三丁目、菅町、品野町、四谷三丁目、佐門町、南元町、市ヶ谷山伏町、南江ノ木町、 えのき町、弁天町。不燃化建て替えへの助成木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前の着工で耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断されたもの補助対象事業費の4分の3以内。1件につき300万円を限度。今お伝えした以外の木造住宅。補助対象事業費の四分の三以内。 一件につき100万円を限度。除却取り壊しへの助成。昭和56年5月31日以前の着工で耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断された木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内。一件につき50万円を限度。崖、溶壁や地下室、半地下室のある建物の安全確認を。 集中豪雨等による崖、溶壁や建築物への大きな被害を防ぐため、日頃から点検対策し、いざという時に備えましょう。問い合わせ、建築指導課、構造設備担当、本庁舎8階、電話、5273-3745へ。次の項目を点検しましょう。1、溶壁や溶壁の上部から水が染み出していませんか ?2、 樹木の根や、ツタなどが擁壁に悪い影響を与えていませんか ?3. 擁壁に膨らみが見られませんか ?4. 擁壁の亀裂や、ブロック等の目地に沿った亀裂が見られませんか ?5. 水抜き穴、排水パイプはありますか ?6. 地盤が沈下していませんか ?1 から6を例として示したイラストがあります。集中豪雨の時、地下室、 半地下室は危険です。地下室から安全な場所へ避難しましょう。地下室は水圧でドアが開きにくくなります。浸水被害を軽減するには、止水板の設置や土のの準備等の対策が有効です。以上、建物を災害から守るためにでした。14、公的年金等の源泉徴収表をお送りします。令和3年分。 1>, 1月中旬から順次発送。日本年金機構から発送します。源泉徴収票は、受け取った年金の総額や、年金から差し引いた所得税額などをお知らせするもので、確定申告等に使用します。紛失した時などは再発行できます。なお、障害年金、遺族年金は課税されないため、源泉徴収票は発行されません。対象、令和3年中に、 老齢退職を支給自由とする年金を受け取った方。問い合わせ、年金ダイヤル0570-051165。または、新宿年金事務所、電話6278-9311へ。なお、年金ダイヤルに050から始まる電話でかける際は、6700-1165へ。以上、公的年金等の 原選徴収票をお送りしますでした。続いて、75歳以上等の後期高齢者医療制度に加入している方へ、医療費等通知書をお送りします。対象の方へ、1月27日木曜から順次発送。通知書には、診療年月、医療機関等の名称、医療費の総額、自己負担分と保険者負担分等を記載しています。対象、 12月1日現在、東京都後期高齢者医療の非保険者資格があり、令和2年9月から3年8月までに医療費等自己負担分と保険者負担分の合計金額が5万円を超える月がある方、対象でない方も申請により通知書を発行することができます。詳しくは区の担当課へお問い合わせください。問い合わせ、東京都 後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへ。電話0570-086-519。土曜日曜祝日12月29日水曜から1月3日月曜を除く。区の担当課、高齢者医療担当課、高齢者医療係、本庁舎4階、電話5273-4562。続いて、新宿区の国民健康保険に加入している方へ。 医療費のお知らせをお送りします。2月上旬に発送。医療費のお知らせ。令和2年12月から3年11月までの診療分を発送します。このお知らせは、確定申告、医療費控除に使用できる場合があります。再発行はできませんので、大切に保管してください。確定申告について、詳しくは税務署にお問い合わせください。対象。 新宿区の国民健康保険に加入し、医療機関を受診した方。なお、医療費控除の申告の際、医療費のお知らせに記載されない、令和3年12月診療分や、保険適用外負担分等は、医療機関が発行する領収書をもとに申告してください。また、高額療養費の受給などで、医療費のお知らせに記載された自己負担相当額と、 実際に支払った金額が異なる場合があります。問い合わせ。医療保険年金課。国保給付係。本庁舎4階。電話。5273-4149へ。15。区民保養施設の利用申し込み。箱根つつじ荘。グリーンヒル八ヶ岳。4月1日から5月6日宿泊分。受付窓口。電話。新宿区。保養施設受付。 本庁舎1階、電話52733881、受付日時、月曜から金曜、午前9時から午後5時、土曜日曜祝日等は、株式会社日本旅行、電話53693902へ、午前10時から午後6時、電話受付のみ。なお、12月29日水曜から1月3日月曜は、受付窓口、電話受付ともに休止します。 また、来庁は控え、電話でのお手続きにご協力をお願いします。新型コロナの影響で、今後施設の利用を制限する場合があります。抽選、区民抽選予約、区内在住の方のみ申し込めます。申し込み期間、1月1日から12日、必着。申し込み方法、受付窓口、特別出張所、 障害学習スポーツ科で配布の抽選はがきでお申し込みください。1月20日木曜頃までに結果通知が届かない場合は受付窓口へお問い合わせください。空き室予約抽選後抽選後の空き室は区内在住の方のみ申し込める区民優先予約当選者を含むどなたでも申し込める一般予約の順にそれぞれ先着順で 電話か受付窓口で予約を受け付けます。空き室の状況は、受付窓口、特別出張所のほか、株式会社日本旅行の空室情報ホームページ、http://nta sports.net スラッシュ shi nju ku ku スラッシュでも確認できます。 申し込み開始日、区民優先予約、1月21日金曜、一般予約、2月1日火曜、なお、箱根つつじ層に宿泊する方には、小田急線の運賃割引証を発行します。また、利用のご案内、区民保養施設ハンドブックは、抽選はがきとともに、受付窓口、特別出張所、障害学習スポーツ課で配布しています。 区の担当課、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、本庁舎1階、電話5273-4358。グリーンヒルからのお知らせ。新宿駅西口発観光バスツアー。往復バスと宿泊観光のセットです。2泊3日。申し込みには事前に宿泊予約が必要です。4月の出発日コース。5日火曜。 上田城の千本桜と狩宿の下馬桜の花見。11日月曜。高藤城市公園と松本。19日火曜。我流公園、辰岡城五稜郭、開公園。問い合わせ。グリーンヒル八ヶ岳。電話。0551327011へ。箱根筒子層からのお知らせ。三月十一日木曜まで。 宿泊等、外壁回収等の工事のため、全館休館します。なお、工期は変更することがあります。問い合わせ。利用について。箱根つつじ層、電話0460-821144。工事について、障害学習スポーツ科、障害学習スポーツ係、本庁舎1階、電話5273-4358へ。 写真が2枚あります。キャプション。箱根筒つつじ層。グリーンヒル八ヶ岳。それぞれの施設の外観写真です。写真終わり。以上、区民保養施設の利用申し込みでした。続いて、ビレッジ女神湖、長野県縦品町の一般利用を休止します。休止期間は1月12日水曜から 3月1日火曜まで、区立中学校のビレッジ女神湖での宿泊行事の実施に伴い、今お伝えした期間中、新型コロナ対策のため、学校等と区民等の一般利用を休止します。ご理解とご協力をお願いします。なお、新型コロナの感染拡大状況により、利用休止期間等を変更する場合があります。問い合わせ、ビレッジ女神湖 電話0267556100。区の担当課。教育支援課、教育活動支援係。電話32321058。16。区民の広場。日時会場は予定です。問い合わせ。区政情報課、広報係。本庁舎3階。電話52734064。ファクス、5 2 7 2 5 5 0 0 催し講座1件健康麻雀毎週火曜から金曜午前10時から午後4時高田の馬場1で毎月第3火曜大会あり費用1日1500円問い合わせ健康麻雀鳩の会福原電話08067042980以上区民の広場でした 以上で、声の広報令和3年、2021年12月25日発行、第2377号を終わります。担当は、武藤香織、増田幸子でした。